はい、それでは、35回目となります。35だと。パワーエレクトロニクス講座の、に入ります。PFC コンバーターの、3回目。やっと PFC コンバーターの本質の話ができるところになります。で、まあ、もうここ、ですね、今、僕が修士論文が終わった日の、もう、ね、7時超えのところで、もうすぐ迎えが来るので、さらっと流しますけど すいませんね。時間をちょっと隙間隙間でやってるので、なんかあれなんですけど、まあ、ここに本質的なところ全部書いてあります。さらっと説明してって、今日は、週末なので、レポートに採点がやっとできるという、悲哀なことは喋らずにですね、楽しくいきましょうか。ダイオドブリッジの問題点というのは前回やったと思います。それに対して昇圧コンバータを入れることによって、電流をうまく PFC、パワーファクター、すなわち力率改善、パワーファクターコレクションをすることができます。なんかこう、先週やったのは、こうやって、電流がこういうふうにあるのに対して、こういうふうな、なんか、電流はなんかこう、こんなになっちゃうよと、こんなになっちゃうよっていうなんか話がありましたね。で、ちゃんとうまく電力を引き出すことができない。そのためにガーッとここのスイッチングを昭和チョッパーとしてグググググスイッチングさせながら、電流、ここに流れる電流はすなわちここの、対のもの、すなわちこう、プラスマイナス、プラスマイナスのところがここプラスプラスになってるだけの話で、整流されてます。整流後のところなので、ここの電流が正弦波っぽいこういうやつになっとったら、まあいいんじゃねっていうところの PFC コンバーターの動きです。まずは大まかな、概念からいきましょう。ここの、流れる電流を正弦波っぽくこういう形の青い部分のように追従させるように動かすためには何をするかっていうと、まずこの DC-DC コンバーター、僕たちがやった、チョッパ回路ですね。こいつは何をしたかというと、まずここの電圧を維持するように PWM を発生させてました。で、ここのパルスというのは、パルスの支配的なものは、まずここの電圧を 400V ぐらいに一定にすることがまず至上条件です。なぜなら、この次にある DC-DC コンバーターに負担がかかってしまうので、例えば入力が増えてしまうと、テスラのモデル S やモデル3はですね、LLC コンバーターっていう入力の変動に弱いコンバーターを使っているので、まあなかなかちゃんと動くことができないということで、まずここが至上命題なんですね。チョッパ回路は出力側を制御するということが重要でした。そのために出力側を検出器を通って出力側のレファレンス、シャント抵抗みたいな、ツェナーダイオードみたいな感じでのもので、電圧をきちんと、確保しながら、現状の電圧を PI 制御とか、まあ、P 制御をやってきたんですけど、まあ、実際には PI 制御とか、そういった保証を入れたものを入れて、それをドライブ回路に叩き込んでいました。まあ、あと、まあ、三角化で比較するとか、なんかいろんなやり方はあるんですけど、まあ、基本的にはこういう制御をしてたんですね。PI の部分に、まあ、その辺が含まれていると思ってください。ちょっとあんまり書くとごちゃごちゃするので、こういうことをしてるんだっていう概念です。しかしながら、電圧を維持しながら、ここの電流も何らか維持しなきゃいけないということで、こっから今度は何を持ってくるかというと、電流を現状のものをフィードバックしてきて、ここに、ここの交流を持ってきて、こいつに追従させたらいいんで、こんな形してたらいいわけですね。だから、ここの検出、まあ、この辺から取ってくるんですけど、ここから持ってきて、実際にはここと比較して、PI して、電流も、こういう感じにしてやるような指令をやる。ただし、重要なのはこっち側で、こっち側はうまくいけばいいなっていう話なんです。そうすると、
外側にあるループのフィードバックの部分を、これをメインループと言います。で、ここの内側にあるのは電流の制御部なんで、ここをマイナーループというふうに呼んでいます。実際にはここの検出はですね、ここにある抵抗成分、ここに抵抗成分を入れて、ここの抵抗の電圧の、ドロップを見たりするんですけど、まあ、その辺の細かいことはどうでもいいんですけど、まあ、何らかの形で検出してきたものを、ここの入力側の制限波と、比較することによって、あとは PI を入れてやってやっていく。という形の二重の制御をやっています。そうすると、チョッパ回路では電圧しか見てなかったところは、ここは電流も制御してやると。しかしながら、電圧に対して、ここの電圧を維持させながら、ここの電流も、まあ、パルスをこうやって入れることによって、ギットン、バットンになってましたよね。そうすると、ここのパルス幅を変えることによって、ここのギットン、バットンを、今までは平均を維持してたところを、ギットン、バットン、ギットン、バットンって、こういうふうに、ここのパルスの幅をちょっと変えることで、こういうふうに上向きにすることができる。で、上向きにしてって、今度は下げてやる。上向きにしてって下げてやるっていうことをしたら、僕たちの見慣れたような、チョッパ回路の動きをしながら、出力側を電圧を維持しながらやるというやり方のものが、一般的な形になります。CCM と呼ばれる連続導通モードと呼ばれるもので、CCM は、まあ、コンティニアス。CC モードですね。まあ、一般的なものです。ただし、まあ、ちょっとマニアックって言ったらあれなんですけど、こいつのいいところは、ここのスイッチングのターム、スイッチング時間、スイッチング、周波数、スイッチング周波数が一定にすることができるというのが一つのいいところです。まあそうですね。ここのサンプリング期間というか、サンプリング期間って言ってもあれですね。スイッチング、時間分の1の、ここのタームが、まあ、一定にして、ここのパルスの幅を変えるだけで良かったんですね。僕たちのショーパッチョッパー。だからこれが一番イメージしやすいかなと思います。一番上に書けようって感じですけどね。まあまあ、CC。これに対して CRM と言われるものがあります。臨界導通モードと呼ばれて、クリティカルコンダクションモード。ここだけは CR と M という、ここの頭文字じゃないんですけど、こいつを取ってきてる。クリティカル。臨界モード。呼ばれるもので、一回上に上がってゼロ、一回上に上がってゼロ、制御がしやすいんですね。ここのゼロポイント検出しとったら、ああもうあとはバンバン制御みたいな感じで、素敵って感じなんですけどね。ただし同じパワーを取るときに、ここのピーク値がすごく大きくなるんですよ。ここのピークが大きくなるっていうことは、上側にオンしてオフして。オンするときに、ここにブワーッとたくさんの電流が流れるということです。そうすると、ここの飽和のところが重要になるんで、ここはインダクタンスが、ここのピーク地点で飽和しないように、ここのインダクタンスを大きくする必要があると。それから、ここの部分は MOSFET とかだと、ここの抵抗成分が、見えてきますので、ここでの発熱が非常に大きくなる。まあ、ここでわーっと発熱しちゃうんですね。という問題もあるので、ちょっと使いにくいなっていう。制御は簡単なんだけど、ちょっとここを冷却するための冷却フィンが大きくなる。インダクターが大きくなるっていう問題点。それからもう一つ、バン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 制御してやることによって、ゼロになったところで上にする。こいつと違って、なんか、インダクタンスとここの、出力によって周波数が変わってしまいます。周波数を固定するんではなくて、ここの上がるタイミングはゼロになったポイントから上がるっていうポイントがあります。そうすると、ゼロになったポイントから上げられるんで、これは、リカバリー、ここでのリカバリー、こいつで問題になってたリカバリーっていうのが、ゼロからオンすることによる、電流が残った状態でこっち側をオンすると、ここでのリカバリー損失っていうのが出てくるんですね。電流が余った、ダイオードに余ったところからこちらにスパッと塗ると、余ったところから電流がスパッとなると、こういうふうに
電流が一回こう下がってここでロスります。そいつが問題になる。ここで電流が余った状態で切る、切る、余った状態で切る、オンする。オンするっていうことは、ここが切れてるんですけど、上がるところが。ここでロスる。そこのタイミングでロスっちゃう。ところがなくなる。ゼロになったところでオンするんで。ゼロになったところでオンするんで、ここでのロスは減るんだけど、ここで増えそうだ。ここで増えそうだってことで。で、制御系のスイッチング周波数が固定されないんで、ここでの入力側のフィルターが大型化します。いろんな周波数に対応しなきゃいけないという問題が出てきます。めっちゃ早くて、わーって喋ってるっていうことは、迎えが来てるっていうことなんですけどね。で、まあ、こっち側はもっとひどくて、こいつとこいつのいいとこ取りというか悪いところ取りみたいなところで、こいつは固定するんです。周波数は結局ここからここのタイミングっていうのはディスコンティニュアス。一回上がってすぐに上がらなくて、周波数固定の状態で上げられるので、フィルターは小さくなる。しかしながら、その分だけパワーを取ろうとするとピーク値が大きくなるんですね。ブワーッとこう。流れてない期間、ここはずっと流れてるんでパワー取りやすいんですけど、電圧と電流の掛け算のパワーなんで、パワーとロスとものすごくデコになるということで、さっきの問題点がさらに顕著になります。という問題点もあるということで、まああんまり使われないですね。で、ワットがあんまり取らない50ワット品ぐらいのところまでかな。LED とかそういったところのアプリケーションのところでは使われる。50ワットまでか、30ワットから50ワットぐらいまで、こいつは。50ワットぐらいまで、せめて。こいつはだいたい300ワットぐらいまで。こいつは300ワットオーバー。オーバー。ということで、キロワット品のものには基本的には、こいつとこいつのコンビネーションが使われます。ただし、こいつはだいたい1キロワットから3キロワットぐらいまでが、いいとこで、こういう3キロワットを超えるものには、こいつではなくて、ブリッジです。このダイオードブリッジを使わないものが使われます。なぜかというと、腹減った。腹が減った。こいつとこいつはパワーが大きければ大きいほど、コンバーターとしてはダイオードブリッジと小圧ショッパーに分けられますよ。二段になってます。そうすると、二段のコンバーターを電流が導通するんで、まあ、ロスリバース、ロスが大きくなる。それを一個にすることができるコンバーターっていうのが、次回お話しするブリッジレスコンバーター。このブリッジがないコンバーターで同じような PFC 動作ができると言われるものが 3kW 品以上のものになります。それが主に充電器とか、もっと大きい急速充電器とかはそちらが使われてて、こいつが使われてたのはテスラのモデル S のところにこいつ使われてましたね。で、3kW までだったんです。で、彼らは 10kW 品を持っていますが、この 3kW 品のものを3つパラに並べて、ダイオードブリッジの PFC コンバーターをパラに並べて使っていました。これがテスラのモデル3はですね、より大容量対応するためにブリッジレスのものを使っていたということで、そのブリッジレスって何だ ?2 種類ぐらいあるんですけど、この2種類を学んでもらって、すると、大体 PFC コンバーターは網羅できるかなと思います。もうちょっとね、ここを丁寧に話をしてもよかったんですけど、また、ちょっとわかりにくいとこあったら、ご質問いただければ、このあたりのお話をしてまいります。常に物を、エンジニアリング、物を考えるときには、このエッセンスを話さないこと。細かいところはどうでも言っちゃあれなんですけど、どうでもいいんですよ。僕たちが電力を最大限に取るために、まあいろんな細かいことをやってて、細かいことの方に目が向いてくると、まあ僕とか楽しいんで、こうね、そっちに目を向いちゃうんですけど、本当は何をしたいんだっていうところ。あとは価格といろいろな弊害とのバランスで、いろいろな戦略はあるんですけど、意外にもこんなことを使うんだっていうところを欧米とかはやってきたりするので、まあ、規制概念にあんまりこういったところにもとらわれずにですね、楽しんで、こうなんだ、じゃあこういったところにも使えるかなっていうような
なんか夢のあるような研究開発ができるといいかなと思っております。では次回はブリッジです。その後に何やろうかなっていうところですが、やってほしいような講座がもしもあればまたメール等でご連絡いただければと思います。それでは良い週末を。